中国地方政府のの債務危機が、各界の注目を集めています。最近、ネット上で出回っている雲南省の政府の投資中止・建設延期プロジェクトリストには、合計1153件のプロジェクトが含まれ、総投資額は2904.68億元に上りますが、これらのプロジェクトが中止された後、地方政府が債務返済のために出せるのは、わずかに15億元しかありません。 一部の専門家は、これらのプロジェクトが、すでに中途半端な状態に入り、多くの企業が破産することになるだろうと分析しました。時事評論家の老番氏は、破綻した財政圧力の下で、雲南省の政府投資中止建設延期プロジェクトリストが発表されました。総プロジェクト数は1,153件、それらに関連する総投資額は2,904億元に達していますが、 不思議なことにこれらのプロジェクトが中止された後、政府債務の返済に引き出せる資金は、わずか25億元しかありません。つまり、雲南省政府が実際に持っているお金は25億元だけです、と述べました。ウェーボーで20万人のフォロワーを持つブロガーも、このリスクの審議は確認できないものの、リスト内の隠し、各プロジェクトには記載があり、データには整数も小数もあるため、 偽造するには難易度が非常に高いと述べました。彼は、過去における、地方政府の主な資金源は土地売却、借金、国庫支出金でしたが、現在これらの資金源、特に過去の主力だった土地売却収入は大幅に減少しています。これらの大量の投資プロジェクトの停止、建設延期に伴い、多くの企業が赤字になり、さらには大損をすることになるでしょう。なぜなら、 政府投資プロジェクトでは、開発業者が建設前に資金を提供する必要があり、多額の資金を確保する上で、工事が始まる前にすでに様々な支出が行われているからです。と分析しました。この件が多くの人々の関心を引き起こし、一部のネットユーザーは、つまり、これらのプロジェクトは、最初から空約束だったということです。実際はすべてが下請けによる前払いに依存しています。 政府は一部の資金を提供して、工事が正常に進行することを保障する役割を担っていただけです。期限通りに完成しても、政府の手元にはお金がありませんと述べました。Hey,